使いたいキャラクター例の家の手が使いたいよ。あーもう怖いじゃん。絶対強いよ。マスターハンド的絶対強いよ例の家の手。マジか。そこ切ったか。移動速度速そう。そくそ速そう。移動速度絶対面白いでしょ例の家の手使えたら。マジか。ザチッチャー。何だろう。ザハーン。ザハーン必殺技絶対さ、一回暗闇になった後にさ、赤背景にさ、ドーンって荒れてるでしょ。暗闇やって、ドーンって襲われる感じで。かなり強くないその技、切り札。威力はそんなないのかな、思ったより。範囲広いから。状態異常あるじゃないですか。ああ、そういう系。威力低め状態異常系。そう。動けなくなる。金縛りみたいな感じ。マリオランドかなんかのさ、あれじゃない、あの仮面のさ、なんか鍵取るとさ仮面が追ってくるやつ、あれみたいな俺認識になりそうなんだけど。あれか。シミ常に浮いてんのかね。浮いてそうじゃね。あ、浮いてんのか。浮いてるけど、あの最後の切り札の時だけなんか壁に張り付いてるみたいな。え、じゃああれじゃね、すげえさ強くね。だって常にさカービィの浮遊状態と同じ。代わりに移動装局かな。なんか強そうだけど癖があってそんな使いづらいみたいな感じのキャラになってそう。キャラメイクがよくね、あのスマブラにテレサがいたらこんな感じの動きなんだろうなって言われる。ああ、こう代表例みたいな。
切り札使ったらピューってやってさ、光ってさ、一瞬下に染み消えてさ、が旗取るのがシュッてさ、背景が出てきてさ、パッツッデデ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 デってなる。あ、これ状態情景だろうね。まあ間違いなくそうだろうね。あれじゃないの、なんかあの混乱みたいなさ、なんか右行こうとしてんのに、後ろなんか後ろに後ずさりしちゃうみたいな、左側に行っちゃうみたいな。あれはあの混乱プラスさ、常にはさ混乱だけでさあれだけどさ、あのフットビ率がさ 100% とか以上のやつにはさ、もう確定ワンキルみたいな取るみたいな。ありかもね、 100% ぐらいまでいったらもういいんじゃねみたいな、常には弱い攻撃、15% ぐらいの全体攻撃と混乱ぐらいだけど、その 15% 攻撃も乗せた上で 100% 超えちゃったら完全確定でワンキルされるみたいな。今回のスマブラあるよね、鎌みたいなやつで。だっけ、ある、え、違う、あのね、アイテムがある。ああ、鎌持って、あのあれ結構凶悪だったもんね、多分フットブリーズ 80% 以上なんて強制的ワンキルだった気がする。結構鬼畜だと思う、あれ死神の鎌、ガードしててもガード不能だしね、あれマジか。うん、80% 超えたらもうお前ダメだよみたいな。ガードとかじゃなくて、もう当たり判定そのものに起動するやつだから、避けるしかないのか。避けるしかない、あと逃げるしかない。ただ一回疲れると消える、一回振ると消える。まあそれぐらいの代償はないと思う。うん、それはね、そんな無限使われたらもう終わりでしょ。うん、勝てねえよ。5合目まで登るの結構あれだな。うん、45分ぐらいで登り切れるのか。うん、現在時刻9時10分となると、今発したばっかだから次での9時半だ。でも用意してたらちょうどよくなりそう、うん、用意しよう。じゃあ用意してないでこっちにしよう。よし、一番のメインどこだよ今回。うん、